絵心対決。ティアラチャンネル。はい、今回はですね。はい。第1回。第1回。絵心対決。イエーイ。今から出すお題に沿って絵を描いてもらいます。下手なんですよ。両。で、誰がうまいか。決めていこうじゃないと。そうですよ。全勝します。自信ある人。はーい。え、はい。どうする？めっちゃドキドキする。じゃあ早速ですが、はい、第1問。1問じゃないね。第1大問。1問。1個目。じゃあ1個目。リンゴ。キティちゃん。いやー、オッケー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 。え、ちょっと待って。こうしていい。よーい、スタート。あ、いいじゃん。この前バスで風邪かなった。ちょっと最良にいた時に見たよね。キティです。覚えてない。キティちゃんって猫だよね。確か猫だよね。いや、キティちゃん牛やで。いや、嘘やな。丸みがペタイ。服みたいな。服ね、見らんでよ。見てないよ。終了。でかいのかもしれん。はい、じゃあまず、イナさんから。はい、イナのキティはね、ででん。あ、でも意外と思います。ほう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 。おー、上手。なるほどね。ないよね。なるほどね。あるよ。なんか、なんか急いで目がすごくなってる。はい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 。もう、下手い。じゃあ、アリさんのキティまで。ででん。おーね。おー、かわいい。あ、間違った。やばい。あ、何が間違った？今思い出した。じゃあ、リボン、次。リボンついてるよ。ねねのキティちゃんまで。じゃじゃん。はあ、はあ、はあ。輪郭でもこれ、これが飛び出てない。この中では。アリサかね。アリサちゃん。そう。アリサ。イエーイ。アリサ1ポイント。2個目。はい、刀目。じゃあ俺の大好きな。メアリちゃんとか。いや、メアリちゃんじゃない。いや、難しいよ。ラーメン。はい、オッケー。あー。じゃあアリサちゃんがラーメン食べた時。確かに。オッケー。え、めっちゃうまいと思う。え、待って、ちょっと。やばいくらいうまい。じゃあ今回ねねから。もう最悪麺しか書けない。ねねのラーメンまで。はい、ドン。ほらほら。麺って何どうやって書くの？髪の毛やん。アリさんのラーメンまで。よーい、ドン。うまっ。レンゲとタスとナルトとあとこのへのへの海苔とか書いてある。あと海苔と麺。とスープのなんか油。ああ。あのレンゲも書いてますよ。レンゲのやつ。はい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 。箸。でも。もう完成度高い。ああ。ユナのラーメンまで。おお。どうぞ。あ、違う麺だね。いいね。はい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 。どこ？お茶。いいな。ナルトだよ。ええー、待って負けたかもしれない。このくるくるってやつ浮いとうけどナルトです。なんで浮いてんの？なんか、あ、アリサが勝ったな。かけんや、ここにかけんかったっけ。難しい。ナルトが宙に浮いてる。あとナルトってさ、花丸みたいなやつだよ。花丸みたいな。秒数が短いです。周りが1分に頼んでください。1つこうやって。でも、まあ、負けない。まあ、上手くない。まあ、上手くない。そうねー。アリサですね。アリサですね。イエーイ。アリサ2ポイント。3個目。はい、はい、じゃあね、種類は問わないので犬。はい。犬難しい。じゃあ次アリサ行こうかね。はい、アリサの犬どうぞ。じゃん。ほうほうほう。何の種類ですか？ドッグフードル。ドッグ。じゃあユナの犬まで。はい、ドドン。犬じゃん。ね、
はあはあ、アニマル系、ちょっとアニメチックだね。うん、はいはいはい、犬って言ったらなんか耳垂れてるから、うん、はいはいはい、はい、書きました。これはあ、これは自信ある。自信ある。犬はねね、イエーイ、ねね1ポイント。これだったらやっぱ犬に、犬を愛してるから。はい、あと10秒。じゃあまあ0ポイントの犬がいるということで、まあ、じゃあチャンス問題、うん、猫で。いやー、猫は今買ってるから。はい、そこまで。じゃあ、ねねからいこうかな。また、これも自信あると思う。動物自信あるけど。ねねの猫。はい、どうぞ。はい。かわいい。はい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 。さっきとこ一緒じゃない？一緒じゃない。ひげとかある。一緒。顔は一緒。猫ね。はい。ねねなりの猫ね。はい。はい、どん。かわいい。おー、いいね。うん。ちょっと表情豊かで。ね。なんかチョコレートついてるけど。どこに？ほっぺたに。じゃあこれニコニコやね。うん。エクボみたいな。エクボ、ね。エクボじゃないで。猫にエクボなんてあんたの。猫にエクボあるんすか。じゃあ自信超ありの皆さん。はい、どうぞ。犬になった。いやいや、楽しいある。スコティッシュフォールド。なんで？スコティッシュフォールド。っていう、耳垂れとるやん。っていう種類の。そう、耳が垂れとると。はい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 。自信ある人。あ、でもこれ難しいな。ねねやん。動物には。だってでかく描いてるときはでかく描いてきます。関係ないし。猫は。アリサ。アリサ。アリサ。イエーイ。なんでなんでエクバあるじゃん。エクバあるやん。なんか変なエクバあるじゃん。チョコレート違う、チョコレート2個食べれんもん。3ポイント。次は次、じゃあ最終問題。うわー、5ポイント。最終問題に勝った人は2000万ポイントで。イエーイ。今の季節は夏。夏といえば海。海ですね。じゃあイカ、こうほら浜辺とか海とか夏を感じさせるような絵を。頭の中できた。はい。よーい、スタート。もう全体使っていい？全部使ってください。はい、そこまで。ペン置いてください。じゃあ2000万ポイントですね。自信ある人。はーい。じゃあユナから。ユナの夏の絵まで。はい、ドドン。ドドン。ああそうや。なるほどね。海と砂浜とあとはほらレインボーのパラソルと貝とヤシの実みたいな木。はいはいはい、はい。と魚とタコ。でほらよくないこれ、波をイメージしましたこうやって。浜辺ってことね。あと浜辺はてんあー、てんてん書き忘れた。じゃあ、3秒ください。アリサじゃん。ほうほうほう。太陽が消えてきたんですけど、太陽があって、ヨートがあって、で、カモメと、あと、ナミと、セイドジあと、このユナちゃんと似てて、スマ…あ、ナミをイメージしたやつと、スイカ割り。あー、白スマ…はいはいはい。あと、かき氷が。あ、かき氷。ああ、かき氷ね、なるほど。夏だね。いやー、なかなかうまいんじゃないですかね、ほらね、いっぱいじゃん。ねね、ほんとに、いきます。じゃん。ほうほうほう。パラソルと、かき氷じゃん。寂しい、似とる、似とる。と、ねえね、ね、ここに時間かけました。あのね、これさ、直でスイカ置いとると。シーソー。あ、はい、そうです。あ、そうなんじゃない。ねねちゃんち流。はい、そうですね。はい、なるほどね。もう、で、ここ浮き輪です。浮き輪ね。はい。いや、これ難しいね。ありそうですよ。3、2、1。第1回1ティアラ絵心対決の優勝者は
テレレ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 いや、このね、スイカの下にほら、レジャーシート引いてあるし、うん、で、半分に切られてるスイカもあると。ほん、違う。ねえね、パラソルの下にね、レジャーシート引いてしまった。引いてないよ。ここにね、引いて、で、時間がなくて、いいってなって、残念って感じ。あれさね、ここに浮き輪置いてたんだけど、でも、浮き輪だけが浮かんでて、人がいないとおかしいなと思ったけ。確かにね。だけします。で、砂浜のその何トンネル、うん、あとお城とかね、よく書かれてる。消した。ユナのもいいんだよね。うん、でもなんか、ね、太陽がない。そうね、だけんでもいいでしょ。秋でも春でもありそうな海。秋でも春でもありそうな海。ということで、アリサとユナとネネとのネネ絵心対決をしました。皆さんはどの絵が好きでしたか？ぜひコメントで教えてください。ねね、バイバーイ。ねねって言ってください。あれちょっと言ってください。あ、アリリンって言ってください。優勝していない子に言ってください。アリリンって言ってください。